しゅこまりです。モデルやアイドルをしています。今日のファッションテーマは、アウターがお布団コートって言って、着るとこたつを着てるような感じになって、こう柔らかく見えるような服にしました。このお米の柄があるんですけど、こう一個一個全部手作業で手作りなんですよ。これは私のおじいちゃんの靴で、お風呂結構好きですね。それを着てる間はその人のことを自分が考えられて思えるから、そういうお洋服はいいなって。銭湯を経営することと、いいおばあちゃんになることが将来の夢です。ファッションというか、自分を装飾することとか、それにかけてる時間とかが自分はすごい愛しいなって思って、なんかそれも多分私の将来の夢、いいおばあちゃんになることとかにも絶対つながっていくし、そう、可愛いは結構魔法の言葉だから大切にしていきたいなって思います。